パパが好きにしていいって。私は社長の娘で会社の役員なのよ。だから何をしても許されるの。私の頭にワインクーラーの氷水をぶっかけてきたナナミはことも投げに言った。その時静まり返った会場に複数の足音が響き、間もなく誰かの叫び声が聞こえた。お前なんてこと。そこに立っていたのは社長の志垣忠夫。彼は頭を抱え、信じられないというようにその場で立ちすくんだ。私がずぶ濡れの状態で立っていることや周りの状況から、七海が何をしでかしたのかおのずと理解できたのだろう。パパどうしたの。有力者以外なら私の好きにしていいって言ったじゃない。そう不満げに反論した七海を見つめながら、私は静かに告げた。二人とも即刻解雇で。その瞬間、驚愕の表情を浮かべる七海と忠夫。思わず言葉を失った七海はこの後衝撃の事実を知ることになるのだった。私の名前は相葉典子、年齢は32歳。ある地方都市の大学で事務員をしている。ごく普通の仕事だが、私にとっては心地よい日常の一部だ。大学事務の仕事は静かに自分のペースを保てる上、何より騒がしい人間関係に巻き込まれずに済むのがいいところ。私の性格はどちらかといえば冷静で淡々としていると思う。人との距離感には敏感な方だし、必要以上に干渉されるのも煩わしいと感じてしまう。ことさら人間関係においては妙に好き嫌いがはっきりしているところもある。そういうたちの私にとって今の仕事は転職と言えるかもしれない。愛想を振りまかなくても今のところは問題なくやっていけてるからだ。ただ最近は少し気が重い出来事があった。祖母が亡くなったのだ。享年88歳。長寿といえばそうかもしれないが、それでも別れは突然やってきたように感じた。祖母は私の人生において特別な存在。幼い頃両親が共働きだったため、私は祖母に育てられたようなものなのだ。父の実家でもある祖母の自宅は町の中心から少し離れた場所にあったが、そこは私にとって安らぎの場であり、嫌なことがあった時の避難場所でもあった。戦前に生まれた祖母は厳しくもあったが、同時に深い愛情を持って私に接してくれていたと思う。彼女はお金や物を簡単に与えるのではなく、いつも私の成長を第一に物事を考えてくれていた。改めて祖母のことを振り返ると、彼女は非常に聡明な女性だったと確信できる。どんな時でも冷静に物事を判断し、余計な感情を交えずに的確な指示を出す姿を私は何度も見てきた。無理に自分の意見を押し通すようなことはしないが、周囲の人々が自然と彼女の言葉に耳を傾ける、そんな存在だった。かくいう私もその影響を強く受けた一人だ。頭のいい祖母は生前ビジネスに対して関心が高かったと聞く。昔商店を営んでいたひい祖父の影響らしい。彼女は家業について何度か話してくれたが、当時まだ子供だった私は特に深く関与することなく聞き流していた。それでも祖母は根気強く私に様々な話をしてくれた。たとえ祖母のすべてを引き継ぐことはできなかったとしても、彼女の教えや価値観は今でも私の中で生き続けている。祖母のいない生活がまだはっきりとは想像できない。日常の中でふとした瞬間に祖母のことを思い出し、その度に胸の奥が重くなってしまう。だが私ももう32歳だ。彼女が私に残してくれたものを大切に抱えて前に進んでいこうと覚悟を決めている。祖母が亡くなってからというもの、
私は思いもよらない役割を引き受けることが多くなった。その一つが企業が開催するパーティーへの出席だ。今夜もその一環で祖母が長年付き合いのあった大手食品メーカー志垣カンパニーの企業パーティーに呼ばれていた。主催者は取締役社長の志垣忠夫。彼とは幼少期に何度か会ったことがあるが、特に親しいというわけではない。祖母の代わりという名目での参加だが、私としてはただの義務感から足を運んだに過ぎない。先日志垣カンパニーの幹部が祖母の葬儀に参列してくれたため、そのお礼も兼ねて挨拶しておこうと思っていた。会場はホテルの広いバンケットホールで、きらびやかな照明に豪華な装飾が施されている。どこか現実感のない非日常的な空間だ。パーティーに出席しているのは地元の有力な起業家たちばかり。彼らは挨拶代わりに軽い自己紹介を交わしながら、ビジネスの話や近況を語り合っている。私は祖母の友人たちやその周辺の人々との軽い会話を楽しんでいた。彼らは祖母を、あなたの祖母はとても素晴らしい方だったと口々に褒めてくれた。それは私にとって何より誇らしいことだ。祖母の話題が飛び出すたびに、心の中で懐かしい気分が膨らんでいった。そういった会話はごく形式的なものだと理解していたが、会場の雰囲気に溶け込んでいる私自身にほんの少し満足感があったのも事実だ。祖母の人脈のおかげでそれなりに楽しい時間を過ごしていたが、彼女が現れた瞬間、和やかな空気が一変した。社長令嬢の志垣七海が颯爽と登場したのだ。彼女は忠夫の一人娘であり、24歳という若さで志垣カンパニーの役員に抜擢された人物。そんな七海が現れると、会場の注目は一気に彼女へと向かう。艶やかなドレスをまとい、自信に満ちた笑みを浮かべている彼女の姿には、確かに人を引きつける力があるように感じた。七海さん、いらっしゃい。今日もお美しいですね。七海が会場に足を踏み入れた途端、私の周りにいた人々が一斉に彼女を取り囲み、歯の浮くようなお世辞の嵐を浴びせ始めた。つい先ほどまで私と談笑していた彼らの態度が一瞬で移り変わっていく。その変貌を目の当たりにした私は、ただただあっけに取られていた。人だかりの中心には常に七海が君臨していて、彼女がまるで何か崇高な存在であるかのように祭り上げられている。大勢の招待客が七海の周囲に集まる様は、まるで花の蜜に群がる蜂。私は一歩引いてその様子を見守っていたが、すぐに嫌な視線を感じた。なんと七海が私の方を見て、なぜか勝ち誇ったように笑っているのだ。その表情はいかにも私の方が上よと言いたげだった。正直焦りや嫉妬心は全く湧かなかったが、彼女が私に悪意を向ける理由は気になった。なぜなら七海とは初対面で、お互いのことはまだよく知らないはずだからだ。彼女に嫌われる理由なんて全く思い浮かばない。七海の優越感たっぷりの視線にさらされるうちに、祖母の思い出話で温まった心が急速に冷えていくのが分かった。早くこの場を立ち去りたいという思いばかりが心を占める。しかし祖母の代わりにここにいる以上、私は最後まで務めを果たすべきだ。それが私が今できる唯一のことなのだから。パーティー会場の片隅で私は一人ポツンと立っていた。先ほどまで話していた人々は七海の周りに集まったまま、こちらには戻ってこない。そんな時、誰かが親しげに私の名前を呼んだのだ。おや、相葉さんではありませんか。振り向くと、そこに立っていたのは副社長の黒野宗也。グレーの上品なスーツに身を包み、
余裕のある笑みを浮かべている。クロノとは祖母の葬儀で一度顔を合わせたことがあったが、それ以来話す機会はなかった。だが彼のリラックスした話し方は気まずい距離感を一切感じさせない。ええ、まあ少しだけ。ここではあまり知り合いがいなくて。私がそう答えると、クロノは軽くうなずき、シャンパングラスに口をつけてから続けた。そういえば相葉さんは大学にお勤めされているんですよね。実を言うと私もその大学の卒業生なんですよ。え、そうなんですか。驚いた私は思わずすっとんきょうな声を上げてしまった。まさかクロノが私の勤務先の大学出身だったとは。思わぬ偶然に私たちの会話は一気に弾んだ。彼は学生時代の思い出話をいくつか披露し、私もそれに応じて最近の大学の状況を話した。懐かしいですね。学食のスタミナ定食、まだありますか？学生の頃はほぼ毎日のように通っていたんですよ。ええ、ありますよ。今も学生に人気です。あんなに安いのにボリューム満点ですからね。クロノとの間に流れる束の間の穏やかな時間。会場の喧騒から少し離れた場所で、私は初めて心地よく会話を楽しむことができる相手に出会えたと感じていた。彼の柔和な性格と昔を懐かしむような語り口は、まるで旧友と再会したような感覚を覚えさせてくれたのだ。だが和やかな時間は突然終わった。クロノ、こんなところにいたの？不意に登場したのは、先ほどまで取り巻きに囲まれていたナナミ。彼女は明らかにこちらの会話を遮るようにして現れ、私たちの間にスッと立った。口角を上げて笑顔を浮かべているが、その表情にはどこか意図的なものが感じられる。ナナミは私の存在をわざと無視するようにクロノをまっすぐに見つめて話しかけた。さっきパパがクロノを探してたわよ。すぐに来てほしいって。私は瞬時に違和感を覚えた。こちらから確認する限り、主催者の忠男は会場前方で他の招待客と談笑していて、クロノを探している様子など全くない。しかもつい先ほどまでナナミは彼女の親衛隊に囲まれていたのだ。伝言を頼まれるタイミングなどなかったはず。おそらくこれは単なる口実だろう。ナナミは明らかに私とクロノの会話を中断させようとしていた。そうですか、社長が私を。クロノは少し戸惑った様子を見せたが、ナナミの圧に負けたのか、やがてゆっくりとグラスを置いた。副社長といえど、社長令嬢の言葉を無視するわけにもいかないらしい。蚊帳の外に置かれた私は何も言えずに、その様子を見守るしかなかった。すみません、相葉さん。ちょっと社長のところへ行ってきますね。また後でお話ししましょう。そう言って愛想よく微笑むと、クロノは軽く頭を下げ、私の元を去っていったのだった。その場に取り残されたのは私とナナミの二人だけ。彼女はクロノが去ったのを確認すると、こちらへ近づき、私の耳元でこう言った。身の程をわきまえてよね、おばさん。驚いてナナミの顔を見ると、先ほどの作り笑いとは打って変わり、冷笑が浮かんでいる。本性をあらわにしたその表情はどこか可逆的だ。どうせその辺の社長に媚び売って無理やり出席してるんでしょ。あんたみたいな貧乏人には不釣り合いなパーティーだもの。いえ、私は。小金持ち相手に男あさりするのは勝手だけど、クロノはダメよ。あれは私のお気に入りなんだから。ナナミの言葉には明らかに私に対する侮蔑が含まれていた。どうやら私がクロノと話していたのが気に入らなかったらしい。取り巻きに囲まれながら挑戦的な視線を送ってきたのも、おそらく似たような理由からだろう。彼女は常に自分が一番でいたいのだ。そして
誰もが彼女にひれ伏すことを当然だと信じている。だが私はそんな挑発には全く興味が湧かなかった。七海に何を言われようと、私の価値は私自身がよくわかっている。彼女が望むリアクションをしてあげるつもりはない。あなたが何のことを言っているのかさっぱりわからないわ。悪いけど私飲み物を取りに行ってくるわね。ちょっと待ちなさいよ。私は冷静にそう言い残すと、くるりと彼女に背を向けた。すぐに不満げな七海の声が追いかけてきたが、私は無視を決め込んだ。これ以上彼女と会話しても不愉快な思いをするだけだと判断したからだ。無駄なやりとりに時間を費やすつもりはない。だが背後で七海が怒りに震えているであろうことは想像に難くなかった。きっと彼女は私に無視されたことが我慢ならなかったのだろう。私が振り向きもせずにまっすぐバーカウンターへ向かって歩いていると、七海がヒステリックに叫ぶ声が聞こえた。あんた、私を無視するつもり？調子に乗らないでよ！そして次の瞬間、私の頭上に何か冷たいものが降りかかってきたのだ。それがバシャッと音を立てて、私の頭から肩にかけて降り注ぎ、あっという間にドレスがびしょ濡れになった。唖然として振り返ると、そこには空っぽのワインクーラーを持った七海の姿。頭から氷水をかけられたのだと気づくまで数秒かかった。どう？これで少しは頭が冷えたんじゃない？会場に響き渡る七海の高笑い。周囲の視線が一斉にこちらに向けられるのを感じたが、私はただ静かに立ち尽くすしかなかった。何をどう対処すべきか、すぐには判断がつかなかったのだ。頭の中で状況を整理している間にも、冷水が私の髪を伝い、頬に滴り落ち、ドレスに染み込んでいく。七海は勝ち誇ったかのように私を見下ろし、笑い続けていたが、しばらくするとワインクーラーを適当に投げ置いて、さらに言葉を続けた。地味な豊島女の分際で私を無視した罰よ。この私に歯向かうなんて100年早いわ。あなた、こんなことをして許されると思ってるの？私が言葉を絞り出すように言うと、七海はこともなげに答えた。パパが好きにしていいって。私は社長の娘で会社の役員なのよ。だから何をしても許されるの。周囲の人々は呆然とした表情で私たちを見守っていたが、誰一人として声を上げる者はいない。彼女に逆らえばどうなるか、みんな分かっているのだろう。だからただ黙って見ているだけだ。その時、静まり返った会場に複数の足音が慌ただしく響いた。濡れネズミの私が震えながら視線をやると、そこに立っていたのは社長の志垣忠夫。彼は焦った様子でこちらへ駆け寄ると、私の姿を見て一瞬ぎょっとしたような表情を浮かべ、その後すぐに七海に視線を向けた。その顔には困惑と動揺が入り混じっている。忠夫の後ろには一緒に駆けつけた黒野が控えていた。彼は無言でその場の状況を見極め、近くにいた部下に小声で一言二言指示を出したようだ。狼狽している忠夫に比べると冷静に見えるが、明らかに事態を深刻に捉えていることはその鋭い眼差しから感じ取れる。お前はなんてことを。一拍置いて忠夫は頭を抱え、信じられないというようにその場で立ちすくんだ。私がずぶ濡れの状態で立っていることや周りの状況から、七海が何をしでかしたのかおのずと理解できたのだろう。彼が娘を見つめる目には明らかな失望が浮かんでいた。パパ、どうしたの？有力者以外なら私の好きにしていいって言ったじゃない。
このおばさんが黒野に色目使おうとしてたからお灸を据えてあげただけよ。七海は顔面蒼白の忠夫に対しいかにも不満げに反論した。どうやら自分が犯した罪の重大さを少しも理解していないらしい。きっと彼女にとっては単なる戯れに過ぎなかったのだろう。その口ぶりから気に入らない相手を日常的にいたぶっているのは間違いなさそうだ。忠夫は七海の子供っぽいセリフに顔をしかめ、少しの間沈黙した後、意を決したように静かに口を開いた。どうやら七海の醜態を目の当たりにして、わずかながらに冷静さを取り戻したようだ。お前、この人が、のりこさんが相葉弘子さんの後を継いでうちの会社の筆頭株主になったことを知らなかったのか？その言葉が会場に響き渡った瞬間、周囲の空気が一変するのが分かった。私の正体を知らなかったのは何も七海だけではない。パーティーに参加していた多くの招待客たちも一斉に私を見つめ、どういうことかと言いたげな表情を浮かべている。祖母と面識があった人たちも、まさか私が遺産の大半を相続しているとは思っていなかったらしい。え？このおばさんが？忠夫から筆頭株主のキーワードが出た途端、七海の顔色が大きく変わった。自信に満ちていた表情は崩れ去り、疑念と不安が入り混じった目で私を凝視している。自己紹介が遅れたわね。私は相葉紀子。志垣社長の言う通り、相葉弘子の孫なの。祖母が亡くなった後、志垣カンパニーの大部分の株式を相続したわ。私は七海の目をまっすぐに見つめ直し、淡々と事実を伝えた。己の立場を示すのに多くを語る必要はない。志垣カンパニーにおいて、相葉弘子の名前がどんな意味を持つか、関係者なら誰しもが承知していることだからだ。そんな、嘘でしょ。あの相葉弘子の孫だなんて。七海は完全に動揺し、口元が震えていた。今まで自分が見下していた相手が、実は会社において最も力を持つ人物であることを知ったのだ。うろたえるのも無理はない。彼女は忠夫の方に助けを求めるような目を向けたが、彼もまたその場で震えながら立ち尽くすしかなかった。志垣カンパニーの役員、志垣七海の言動を踏まえ、私は株主としてあなた方親子に対して重大な決定を下します。私は周囲の人たちにも聞かせるようにはっきりと言葉を続けた。七海も忠夫も今何が起きているのか完全に理解していない様子だ。だがもう戻ることはできない。二人とも即刻解雇で。その瞬間、忠夫と七海は驚愕の表情を浮かべた。七海は大きく口を開け、何か言い返そうとしたが言葉が出てこない様子。忠夫の方は一瞬硬直した後、我に返って懸命に弁解し始めた。のりこさん、どうか待ってくれ。娘が悪かった。この子はまだ若くて未熟なんだ。だからどうか解雇だけは。忠夫は懇願するように私に頭を下げたが、私は動じなかった。自然と祖母のことを思い出したからだ。もしも同じ状況に陥ったら、彼女はどう行動しただろうか。きっと無礼を働いた七海と彼女を放任していた忠夫を許さなかったに違いない。記憶の中の祖母に勇気をもらった私はゆっくりと首を横に振った。いいえ、直ちに株主総会の決議であなたたち二人を解任します。若いと言っても七海さんはとっくに成人してるでしょ。自分の言葉と行動に責任を取るべき年齢の女性です。そして今日の振る舞いを見ただけでも役員として不適格であることは明らか。
彼女を役員に引き上げたあなたの裁量にも疑問を感じます。まっすぐに忠夫を見つめて告げると、彼は無念そうに押し黙った。私の言葉が正論であることは、忠夫も痛いほど分かっていたのだろう。しばらくの沈黙の後、驚きのあまり言葉を失っていた七海が復活した。忠夫と私がやりとりしている間に、ようやく我に返ったらしい。何よそれ、こんなの職権乱用よ。あなたにそんな権限があるはずないじゃない。役員の私をクビにするなんて絶対におかしい。そんなことができるわけがない。彼女は子供のように足を踏み鳴らし、まるで自分が不当な扱いを受けているかのように声を上げた。しかし誰一人として彼女に同意する者はいない。むしろ七海が声を上げるたびに、彼女の未熟さがさらに際立っていくようだった。パパ、なんとかしてよ。私は何も悪いことしてない。たかが水を少しかけただけでどうしてクビにならなきゃいけないの。株を相続しただけでなんでこんなに偉そうなのよ、この女。七海は忠夫にすがりついたが、彼は彼女の肩を軽く押し返し、困惑した表情で言葉を探していた。可愛い娘を擁護したい気持ちはあっても、今の状況を覆せるだけの力は彼には残されていなかったのだ。七海、もうやめろ。のりこさんの決定は。忠夫が力なく七海を説得しようとしたが、彼女はそれを無視し、さらにヒステリックに叫び始める。やめろって何よ。私は志垣家の娘なの。パパの後継者になるはずの人間なのに。七海の声は虚しく会場に響いた。どこまでも自己中心的な彼女の性格がにじみ出ているようだ。甘やかされて育った七海は常に自分が中心でなければならず、誰もが自分を称賛し付き従うべきだと信じているようだった。だがそんな七海の自信と傲慢さは彼女の無知によって裏打ちされたものに過ぎない。七海さん、落ち着いて。その時、黙って成り行きを見守っていた黒野が前に出た。彼の穏やかな口調は七海の激高した態度とは対照的で、場の空気をガラッと変えてしまった。黒野。まず職権乱用という言葉を使っているけど、それは正しくない。だって相葉さんはこの会社の株主として正当な権利に基づいて判断を下しているだけだからね。決して職権を乱用しているわけではないんだよ。でも私はただの社員じゃなくて役員だもん。それにパパに至っては取締役社長なのよ。いくら株主だからってそんなことが許されるはずが。勢いよく反論する七海だが、彼女の言葉に周囲の人々はざわつき始めた。なぜなら七海は会社役員という立場でありながら、株式会社、ひいては株主という存在について理解していなかったからだ。彼女の理解の低さを感じ取って、黒野はさらに冷静に説明を続けた。わかりやすく言えば、株主は企業における所有者だよ。特に相葉さんのような大株主はその影響力が大きい。彼らは会社の運営や人事に関しても大きな権限を持っていて、経営陣の解任や社員の解雇を求めることも正当な行為なんだ。でもそれは。まあこれは株主総会で承認を得るべき事項ではあるけど、筆頭株主が他の株主に対して決議の方向性を示すことは可能だ。今回のケースの場合、相葉さんが志垣社長と七海さんの解任を求めれば問題なく承認されると思うよ。怒りと興奮で赤く染まった七海の顔がみるみるうちに青ざめていく。子供に言い聞かせるような黒野の優しい解説に、ようやく彼女は自分の立場を理解し始めたらしい。相葉さんが社長や七海さんを解雇する権利は確かに存在する。
まさかあなたがその事実を理解できていないとは思わなかったけどね。同じ会社の一員としてすごく残念だよ。黒野の言葉は終始丁寧だったが、同時に真実を突きつける厳しさが含まれていた。こうして七海はついに何も言い返すことができなくなったのだ。これまで彼女が享受してきた特権がもはや通用しない現実を目の当たりにし、己の無力さを感じたのだろう。つまり私はこの女に逆らえないってこと？やっと絞り出した七海の声はかすかに震えていた。彼女は今になって状況の深刻さを理解し始めたのだ。これまでのように都合のいい誰かが助けてくれることはない。社長令嬢、会社役員、そんな輝かしい七海の肩書きも大株主という存在の前では何の意味もなさないのだ。自分が本当の意味での力を持っていないことに気づいた瞬間、七海はまるで魂が抜け落ちたようだった。目の光が失われ、口は半分開きかけたまま動かない。どうやら理解できたみたいだね、七海さん。残念だけどこれが現実だよ。黒野は最後にそう締めくくり、抜け殻状態の七海に揺るがない眼差しを送った。自分の罪の重さと現在の立場を理解した様子の七海。しばらく私の頭をぼーっと眺めて立ち尽くしていたが、突然思い立ったように黒野に近づき、彼の腕にすがりついた。どうやら私に謝罪するという選択肢は彼女の中にはないようだ。ねえ黒野、あなたなら分かってくれるわよね。私が会社にとってどれだけ重要な存在か、どれだけ会社のために尽くしてきたか。父の後を継いで次期社長になるべき人間は私よ。だからこんなことで私を解雇するなんてありえないわよね。七海は黒野にこびるような声色で話しかけた。先ほどまでの高飛車な態度とは打って変わり、なんとか自分を守ってもらおうという思惑が露骨に現れていた。その言葉を聞いて少し眉を潜める黒野。おそらく七海の考えなど当然のように見透かしているに違いない。あなたが次期社長？黒野は静かに七海の言葉を繰り返した。彼の声には明らかに皮肉めいた響きが含まれていたが、七海は気づいていないのか、さらに熱心に説得を続けた。そうよ黒野、あなたも次期社長候補でしょ。そういう意味では私たちライバルだけど、社長の座はあなたに譲ってもいいわ。だからあなたの力で私を役員に戻してちょうだい。社長に就任すればそれくらい朝飯前でしょ。いや、そういうわけには。黒野お願い、次期社長候補同士協力しましょう。黒野が社長になったら私が全力でサポートしてあげるわ。あなたと私が一緒になればうちの会社は絶対に安泰よ。私ずっと前からあなたにそう言いたかったの。涙ぐんだ声で黒野に懇願する七海。その言葉と表情から彼女が黒野に好意を抱いていることは容易に察せられた。もしかすると以前から密かにアプローチしていたのかもしれない。しかしそんな懸命の訴えにも黒野の態度は全く揺るがなかった。それどころかこの後に及んで己の保身ばかり考えている七海に対して半ば呆れているようにさえ見える。七海さん、悪いけどその申し出は受け入れられない。ビジネスでもプライベートでもあなたとパートナーになる気はないんだ。前にも言ったけど僕は知的な女性がタイプだから。静かに七海を拒絶した黒野。彼の言葉は簡潔で、そしてまるで容赦がなかった。黒野の目はしっかりと七海を見据えており、彼女の懇願が全く通用しないことを示していた。その瞬間、七海の表情が凍りつき、黒野に絡めていた腕が
力なく落ちる。彼女は何か言おうと口を開いたが、あまりのショックで声が出ない様子だった。そんな七海に黒野はさらに追い打ちをかける。前々からあなたの傍若無人な振る舞いにはへきえきしていた。娘の横暴を知りながら放任していた志垣社長にもね。僕はもうあなたたち親子には付き合いきれない。それじゃ失礼します。そう言うと黒野は金縛りにあったように動けない七海と忠雄に背を向けて、さっと私の方へ近づいてきた。相葉さん、お待たせしてすみません。そろそろ行きましょうか。そのままの格好だと風邪をひいてしまいますから。黒野が声をかけると同時に、彼の部下と思われる若い男性が静かに私にバスタオルを差し出す。それを見て私はようやく自分の体の状態を思い出した。大暴れする七海に気を取られて失念していたが、私はまだびしょ濡れのままだったのだ。不思議なもので濡れたドレスを認識した途端、寒さと震えが襲ってくる。ありがとうございます。礼を言い、ありがたくバスタオルを受け取ると、再び黒野が優しい声で私を促した。さあ早くここを出ましょう。秘書に着替えを用意させましたから、もうこの場にいる必要はありません。黒野の言葉は私にとって救いだった。濡れたドレスが体に張り付き、どんどん体温を奪われていたからだ。さっさと着替えて温かいスープでも腹に入れたい。私は迷わず黒野の言葉にうなずき、彼に従うことにした。筆頭株主として七海たち親子の解任を宣言した以上、彼らの失脚は確実。正式な手続きは後日済ませればいい。もう七海や忠雄と話したいこともなかった。これ以上私がこのパーティーにとどまる意味はないのだ。黒野は私の肩にバスタオルをかけ、その上から抱きかかえるようにして会場を後にした。彼にエスコートされている私に会場中から視線が注がれているのが分かった。ちらっと振り返ると、七海が何とも言えない絶望的な表情でこちらを見ている。おそらく一人の異性として黒野のことが好きだったのだろう。彼女の悲痛な視線を感じながらも、私は黒野と共に会場の外へと歩いていった。後日株主総会が開かれ、正式に七海と忠雄の解任が決定した。七海の解任は当然の成り行きだったが、忠雄もまたその優柔不断さと彼女の迷惑行為を黙認していた責任を問われ、社長の座を降りることとなったのだ。新たな社長には副社長だった黒野宗也が就任。これによって社内の風通しは良くなり、社員たちの士気は回復した。その一方で志垣親子の人生は転落の一途をたどる。退職後も実家での贅沢な生活がやめられなかった七海は、たちまち自身と忠雄の財産を食いつぶしてしまう。安定した収入源を得ることが急務となったが、パーティーでの行為が噂となり業界全体に広まってしまったため、再就職先を探すのは困難を極めた。七海は結局いくつかのアルバイトを転々としながら日々の生活を支えることしかできなくなった。プライドの高い彼女にとって、低賃金で非正規の仕事をすることは何より屈辱的だったに違いない。忠雄もまた心身ともに打ちのめされた。長年築いてきた会社からの追放、娘の失態による世間の非難、長年別居中だった妻との離婚、それらが重なり彼の心に深い傷を残したのだ。今は心労がたたって体調を崩し、床に伏せる生活が続いているという。七海のわずかな収入では病床の忠雄を支えることは難しいため、彼らが住み慣れた自宅を手放す日もそう遠くないだろう。一方、私はあの出来事をきっかけに
少し異なる人生を歩み始めていた。これまで大学事務員として淡々とした日々を送っていたが、会社経営というものに興味を持つようになったのだ。そんな私にとって祖母の人脈は何より貴重な財産。彼女は生前多くの業界の有力者たちと深い関係を築いており、そのつながりが私にも引き継がれたのだ。祖母の友人たちは驚くほど温かく私を歓迎してくれ、彼らと交流を重ねるうちに様々なビジネスの視点や考え方を学ぶことができた。将来的にはもっと積極的に会社運営に携わりたいと思っている。プライベートではクロノとの関係も深まっていった。彼は新社長として忙しい日々を送っているが、時間を見つけては私を食事に誘ってくれる。私たちは少しずつお互いのプライベートについても語り合うようになり、今はただのビジネスパートナーではなく信頼できる友人の一人だ。クロノの冷静で知的な一面と時折見せる温かさが私にはとても心地よい。あのパーティーでは散々な目にあったが、彼と親密になれたことだけは良かったと思っている。今日も目を輝かせて会社の未来を語るクロノの横顔を眺めながら、私は祖母が結んでくれた縁に心から感謝するのだった。